はい、俺にとっての勝負は体重を落とすことだけあったんで、それクリアした。 90% 終わったもんなんで、まあ天と地がひっくり返っても俺が負けることはないよ、うん、どっちかって言ったら、あのね、格闘技全然やってないような俺にスポーツマンが、あのアスリート君が負けて引退しないかなって、その心配だけだね。だから、まあ、彼にはしっかり負けた時に言い訳考えてもらって、俺が勝つってことはもう決定事項だから、別に意気込みとか今更別にないね。明日試合楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。